リチャード・チャールズ・ロジャースは、アメリカ合衆国の作曲家。ニューヨークのクイーンズ区で、ロシア系ユダヤ人外科医の家庭に生まれる。同じく、コロンビア大学出身の作詞家、ロレンツ・ハート、オスカー・ハマースタイン2世とのコンビで、数多くのミュージカル曲を書いた。特にオスカー・ハマースタイン2世とのコンビでは、34のトニー賞。 一つのアカデミー賞を獲得するなどの成果を収めた。ロジャースが亡くなった晩、ブロードウェイのすべての劇場は、明かりを消してその死を悼んだ。エミー賞、グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞、ピュリツァー賞をすべて受賞したのは、ロジャースとマービン・ハムリッシュの二人しかいない。あまり知られてはいないが、映画、アラビアのロレンスの制作者、サムスピーゲルによると、 本編の90%の作曲を依頼したものの、リチャードは肝心の作品を見ようともせず、結果、仕上がりはミュージカル調の曲名ばかりで、すべて没となった。そして、本来、残りの10%を引き受けた、モーリス・ジャールが全曲を担当することとなる。1948年の映画、ワーズミュージックは、 ロジャースと作詞家、ロレンツ・ハートの人生を描くミュージカル映画である。1993年、オスカー・ハマースタイン2世とのコンビ結成50年を記念して、ブロードウェイでは、サム・エンチャンテッド・イブニングというショーが制作された。二人のミュージカルのハイライトシーンを4人の男女で演じるこのショーは、翌1994年に、日本でも、イ幸い、石井和隆等によって、 白品館劇場で上演された。ショーのタイトルは、代表作、南太平洋の中の歌のタイトルによる。イギリスのロックバンド、ザ・ビートルズのことを、当初は、くだらない音楽と評していたが、エドサリバンショーに、彼らが出演した際には、ファンであると伝え、評価した。ベンチャーズの代表曲の一つ、十番街の殺人は、リチャードの1936年初演の、 ブロードウェイミュージカルオンイワトーズの劇中歌。ありがとうございます。